ベルタ・ベンツメモリアルルートベルタ、ベンツの肖像画、ベルタ・ベンツメモリアルルートは歴史文化をもとに作られたドイツ観光街道の一つ。19世紀にカール・ベンツの妻、ベルタ・ベンツによって行われた初めての長距離自動車ドライブのコースを参考に作られた。1886年、カール・ベンツはマンハイムで自動車に関する特許を取得した。しかし、 当初は全く売れなかった。1888年、カールの妻ベルタは、夫の発明品が役に立つことを証明するため、夫に内緒でベンツ3号機に乗って、マンハイムからベルタの生まれ故郷プフォルツハイムへと、普通なら馬車を使うところを車で旅をした。このため、ベルタは、車を運転した初めての女性と呼ばれている。ベルタが使った、 正確なコースはよくわからないが、バーデンのブドウ畑などを通ったものとみられている。2008年2月25日にドイツ観光街道として正式に設定された。設定には2つの非営利団体、ベルタベンツメモリアルルート協会とベルタベンツメモリアルクラブが関わっている。マンハイムからプフォルツハイムまでの約1 0 4トル。GPS ダウンロードマンハイム、ホイデンハイム、 イルフェスハイム、ラーデンブルク、シュリースハイム、ドッセンハイム、ハイデルベルク、ライメン、ヌスロフホ、ビースロフホ、ミンゴルスハイム、ランゲンブリュッケン、シュテッドフェルド、ウブスタド、ブリュッサル、ウンターゴロンバッハ、ベインガーテン、ゲッティングン、ベルグハウゼン、セリングン、クラインシュタインバッハ、ビルフェルディングン、ケーニスバッハ、スタイン、アイシンゲン、プフォルツハイムを通るルートである。 プフォルツハイムから折り返してマンハイムまでの約 90km。GPS ダウンロードプフォルツハイム、ブラウシュロット、ブレッテン、ゴンデルシェイム、ヘルムシェイム、ハイデルシェイム、ブルフザール、フォルスト、ハンブルケン、ビーゼンタル、キルラフ派、ライリンゲン、ホッケンハイム、タルハウス、ケッチュ、シュベツンゲン、フリードリヒスフェルド、ゼッケンハイム、マンハイムを通るルートである。 テスラロードスター・アット・ザ・バーサ・ベンツ・チャレンジ2011イン・マンハイム・ベルタ・ベンツメモリアルルートはすでに2008年末から開通しているがバーデン・ビュルテンブルグ州政府は自動車発明を記念するイベントアウトモビール・ゾンマー2011の開催にあたり公式にオープニングドライブイベントをそのカール・ベンツの自動車発明から125年を記念する 当該公式イベントと共に行うことを決定している。2011年9月10日及び11日にベルタベンツチャレンジが行われる。当イベントでは将来に見合った自動車のみが参加可能である。参加対象車両はオルタナティブドライブを搭載した車両、すなわち電気及びハイブリッド駆動車、水素駆動車及び燃料電池駆動車、また非常に燃費の良い自動車や、 環境対応者である。イベントのモットーは、サティナブルなモビリティを、世界最古の自動車街道で。2011年1月25日には、ドイチェ・ベレが世界に向け、番組、メイド・イン・ジャーマニー・中で、ベルタ・ベンツについてのテレビ番組を放映し、自動車の発明についてのみならずそのサスティナブルな、将来についてもスポットライトを当て形で紹介した。ドイチェ・ワイリー・ TV。 ヒストリーオブザオータマビールスインクルードバーサベンツチャレンジハットザバーサベンツチャレンジ2011オン YouTube ハットザバーサベンツチャレンジ2012オン YouTube 以上のサイトはいずれも2009年8月16日にその存在を確認しました。ありがとうございます。